たいと思います。はい、それではまずですね、移動に入れるための、車輪出すまでの工程を行います。そしたら完成です。切り口上げます。切り口のですね、そこ、床裏からですね、まあ、四角い、板が出てきたと思いますけども、まあ、これで今ジャッキアップしております。もう完全に、タイヤの方が浮いた状態になっております。これからですね、軌道の中乗せるための、走行するための車輪を、車の床から出していきます。はい、そしたら車輪を出してもらいますか。車輪を下ろします。はい、はい、今ですね、車輪が出てきました。で、これで今、ターンテーブルを格納して車体を下に下ろすと道路走行の状態となります。はい、そしたら車輪を下ろしてもらいます。はい、車輪を下ろします。はい、下ろします。はい、下ろします。下格納します。はい、今再生よしという声が出ましたけども、今車輪がレールの上に乗っている状態で、もう完璧に、タイヤが地上から浮いた状態、車輪のみの、まあ、今軌道に乗っている状態です。はい、これですね、踏切にで、搬入した状態になりますけども、踏切からですね、作業現場へ移動するということで、今運転席の方に乗りましたけども、こちらの方で運転して加速がかかります。この切り口車にはですね、運転席が、通常道路走行で運転する時と同じく下に運転する、操作台、それとあと作業台、まあ、上になります。また後で説明しますけども、上の方でも、作業台の方でも運転できるようになっています。それではですね、作業現場へ、まあ、改装という形で、移動するわけですけども、この、移動状態を見ていただきます。はい、それでは停止お願いします。はい、OK。 はい、はい、はい、タイヤは全く動いておりません。下の軌道に乗せる車輪だけで動いております。これが軌道で動くような状態でございます。それでは停止。はい、次にですね、まあ、今、現場へ向かうという話をしたんですけども、現場へ向かえばですね、今度は目的、まあ、作業何をするかになってくるんですけども、今作業台がですね、格納した状態で、レール面上から約 2.6 メーターの位置にあります。で、目的の、点検する、まあ、補修する、電車線、架線ですねは、約5メーターの位置になります。まあ、そこまで、まあ、作業台を上げて点検するわけですけども、まあ、これより作業台を上げて点検する、とこまで持っていきます。はい、そしたら作業台上げてもらえますか。はい、先生、作業台上げます。了承。はい、格納状態から約、まあ、1.8 メーター最高で出せるわけですけども、まあ、今の位置で、まあ、大体係員の目線で約5メーターぐらいの位置になっていると思います。で、この状態で、点検作業、または、修理、保守作業を行っています。それではですね、まあ、この状態で上の運転台をですね、扱って、前進更新を見ていただきます。はい、前進します。はい、お願いします。
運転が終了してから、まあ、夜間作業でこういう状態で作業するわけですけども、現場で、線路上で、ね、作業するときは作業員は上に乗っております。下には全く下は乗っていません。まああのね、見る機会ないと思いますけども、もし、ね、夜現場で見るようなことがあれば、あの下に誰も乗ってないんでね、まあ、びっくりされる方おられると思いますけど、まあ、上見上げてもらったら係員が対応します。はい、そしたら戻れに戻ってまいります。はい、あとですね、このキルク車にはあの作業台が、まあ長さ 3.8 メートルとなっておるんですけども、作業の内容に応じてですね、まあ、もう少し広くなります。まあ、1メートルほど後ろに伸びるわけですけども、作業台が後ろに1メートル伸びます。張り出し台がついております。そしたら張り出し台やってもらえますか。はい、張り出しいたします。はい、今後ろ伸びております。あの普段道路走行ではですね、出した状態で走れません。軌道の中、線路の中に入ってから、作業内容に応じてですね、まあ、広く使いたいときにはこのようにして張り出しを後ろに出します。はい、あと、線路と直角方向に離れたところの、まあ、点検とかですねする場合に、左右にですね、まあ、1メーターほど出る作業台があります。張り出し出してもらえますか。はい、まあ、あの線路から、ね、離れた場合にあの上に係員が乗ってですね、まあ、点検作業必要に応じて、行います。あったら便利やろう。はい、格納してください。ピッターパン格納よし。はい、お願いします。はい、まあ、あのこういう設備を、ね、使いながら、まあ、点検保守作業を行うわけですけども、まあ、とりあえずこれで作業終わったということで、これよりあの踏切にて出す段取りをするわけですけども、作業台されてもらえます。はい、作業台確認します。先ほどと反対の、ね、操作で作業台を下げてですね、また運転席の方に係員が乗り込んでいただいて、最寄りの踏切へで車を搬出するという流れになっております。ちょっとここではちょっと踏切がないんでね、また搬入の時と同じように、この場所で搬出の作業を行いたいと思います。まあ、あの搬入と操作自体は同じなんですけども、まあ、今度はこの逆になります。電車台をまたサイド上げて、車輪を格納して、で電車台を下げてタイヤを、まあ、地面につけるという流れを、見ていただきます。それから電車台、ターンテーブル上げてもらえますか。はい、同じようにターンテーブルで、ジャッキアップします。はい、これで、車輪、レールの上に乗ってました車輪が浮いた状態になります。この後車輪を格納します。はい、車輪格納してください。はい、これで車輪格納しました。これでターンテーブルを格納することで、踏切から出てですね、道路走行になるわけですけども、はい、ちょっとあの狭いですけども、ちょっとだけ回してみますね。はい、どうかよ。まあ、あの踏切直角に入ってきまして、まあ、最初ちょっと見せれなかったんですけども、入ってきた車は直角に入ってきて、ほんで車輪を出して直角90度回して軌道に乗せると、で出る場合は、その場で上げて格納して、90度回して、道路走行で出ていくという流れになっております。一応
応360度回るようになってます。はい、そしたら数乗ってもらえますか。はい、今ターンテーブルを格納しました。はい、これで車輪も、格納され、今地上にはタイヤがついております。これで